後遺症歴1年です。後遺症は若者や軽症者もなる場合がある。コロナかな。倦怠感で休職や失業の可能性あり、嗅覚味覚障害は飲食の楽しみを奪うことも。予防や感染時の医療費は公費だが、後遺症は自腹。重症化しないしも言うのはわかるけど、長い人生後遺症リスクを含めてワクチン接種を検討してほしいなというのを個人で発症するには限界があるので、ひろゆきさん、切り抜きの皆さんの発信力をお借りしました。すみません。あらあら、1年経ってもまだ、結構そのロングコビットって言われるそのコロナの後遺症ってなる人は結構なってて、で、その治し方わかんないんですよね。まあ、そのコロナの治し方が決まってないのもあるんですけど、で、そのロングコビットがなぜなるかも、まあ、人によって違うんですよね。その味覚がなくなるっていう人もいれば、ハゲるっていう人もいるし、あと、なんか一生息切れするっていう人もいて、その肺がその繊維化してしまった場合って一生ものなので、なので、そうなっちゃうと、基本的にはもうその激しい運動というのは一生できません。で、治し方は分かりませんっていう。まあ、30年後とかになったら、なんかすごい医療技術があって治せるようになるかもしれないですけど、まあ、肺が繊維化した場合、基本的に治らないので、なので、後遺症リスクがあるので、僕はワクチンを打った方がいいんじゃないかなとは思ってるので、で、まあ、コメントに書いてある通り、後遺症は、お金ずっと払い続けなきゃいけないんですよね。まあ、一応、生命、あの、その、あの社会保険で3割負担でありますけど、とはいえ病院に行くためにお金を払わなきゃいけなくて、で、払ったとしても治るわけでもないので、なかなかきついので、マジでそのワクチンは打った方がいいんじゃないかなと思います。はい。